おはおい。おは。ここはどこだか知ってますか？海。日本の最北端に来ました。それじゃあちょっと見てみ Dude, ますか。 that father 外 is 10 men おい先生、 per! 寒いでしょ。 あ、寒いです。おい先生、寒さに勝てません。これがね、最北端のね、印。僕たちは今一番北に来てます。さあ、宗谷岬までスタートから約1630キロでした。遠い。妻、来たね、最北。今年は最南端を踏んで、目標である最北端、到達しましたよ、宗谷岬。これで車中泊の旅は一応コンプリートかな。ほぼ日本一周しました。本当は目の前にサハリンが見えるはず。曇ってて見えない。さあ、5日目の朝は日本列島最北端宗谷岬からスタートします。はい、青井選手、今日はこれからどこに向かうか知ってますか？千葉。ベベー、網走刑務所へ行く。なぜなら青井を牢屋に入れるためだ。本当に行くの？行く。お前みたいな悪い子を牢屋に入れるために網走刑務所へ向かう。いいか、そのままお前は牢獄に入るんだ。母ちゃんが入れてくれと言ってるのだ。じゃあここから今度は、帰る方向へのルーティングに切り替わっていきます。 Here we go. Here we go. ありがとう、最北端。ねえねえ、どうじゃ。うわー、なんていう道路だこれ。最高。クラフト見える？クラフトっていうか、ロシア。ついにね、オホーツク海に来ることができました。ルー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 ル。やべえ、なんだこの広さ。やばいよ、お父さん。北見、鴨居岬公園。そう、この先に神の宿る岬があります。それが鴨居岬。さあ、門別まで64キロ。門別ってどこじゃーい。 Now we are おこっぺ、おこっぺきたっぺ。僕たちの友達が住んでいるあの南富良野町ってなかなかの田舎だなって思ってたんだけど、この旅を通じて知ったのは、あそこよりももっとやばい田舎がある。そこで生活されている人たちがいるということを知りました。おこっぺアイス食べます。ソフトクリーム食べます。おこっぺです。おこっぺはソフトクリームのあの有名なところですね。こんにちは。はい、ありがとうございます。キレイ。 We are 門別市。門別市に入りました。そして今もなおずっとずっとビーチサイドばっかり走っています。海が好きなんです、私。門別、なんと町です。おお、なんかすごい町、でかい。しか
かし私たちはローカル食堂にこだわりたい。なぜならその突ぬ根付く人突ぬ少しでもお金を落として立ち去っていく、それが私のポリスだからだ。妻が選んだランチはこの漁港で獲れた魚をその日に食べさせてくれるという、あそこの食堂、丸富水産が直営している定食屋さん丸富、入ってみます。ランチタイムです。小鳥さん来ました、デレン、どうぞ食べてください。今いいこと言いましたね。何て言いました？一つの人生だ、食べるって言って、つまり卵から身まで一つの人生を食べる。かっこいいですね、小鳥さん、哲学。うーん、ホタテのカルパッチョ、モンタレフグ天丼、デレー味噌汁付き、いただきます。いただきます。これ意外、ランチ美味しかったね。よし、あと3分の1ってところかな。この辺はすごい酪農のバロという町です。酪農がものすごく盛んな大きい牧場がたくさんありました。バロ牧場だ今のは。さあサロマ湖見えてきました。ついに中学生の時に勉強していたサロマ湖、サロマ湖、レイクサロマ、ヤッホー。海じゃないです、湖です。つまり海水の水が入ってきてるので塩湖ですね。せーの、わわわー、正面はノトリコ、ノトリコっていうのかな。ヤッホー、ナイス母ちゃん、ナイスルーティング。長かったな今日のドライブも。しかしオホーツク海を全部縦に走ったってことはね、すごい経験でした。多分もう人生でないかもしれない。もうすぐ網走刑務所。なんと網走到着したらめっちゃビッグシティやないかい。おやお、今日からお前がお世話になる網走監獄に到着したぞ。まもなく目的地付近です。君は今日からここにお世話になるんだ。来ました、網走監獄。今からここ見てきます。青、ついにお前を刑務所に預ける時が来たよ。ここで最後だからね、あなた。最後にお金を送る。網走刑務所勤めてまいります。旧庁舎、国指定重要文化財、こちらです。職員の家ですね。お邪魔します。お母さんがご飯の支度をし、子供たちが元気に、そしてお父さんは監守、厳格です。あ、行け、ほら、あ、出た、やばい、お、監視がいるんだ。怖い怖い怖い。え、これ捕まった人だ。めっちゃ怖い。あれ、足が動いた、今足が動いた。こちらはまた違う部屋です。ほら、小鳥、小鳥、お前ご飯を食べ、立ってご飯を食べるんだ。タミガオカ農場、入ってみましょう。あの一番あっちのさ、そあの人の隣なんかさ、ちょっとだけクニちゃんに似てる。クニちゃんに似てるって。
ババンババンバンバーン。どうやって沸かしてたのかね、風呂って。講談禁止、おしゃべりした禁止だったんだね。絶叫棒。散歩。こんな部屋しか与えられない。窓はあったんだ。6室、つまりこれは6名1部屋ですね。うわー、こんなところで6人で寝てたんだ。やだなー、おっさん6人。ここ刑務所なの？そうだよ、青。青、ここで学校と思ってた。バカじゃないの？デュリーン。中央見張り所。はい、なんと網走刑務所の途中でバッテリーが切れてしまいましたので、今いきなり、ディナーに向かっておりますが、網走市内に来ました。なんと網走市は僕らの想像を超えるビッグシティです。めちゃめちゃマンションとか建ってます。わおわお。今私たちはかなりの街に来ましたね、網走市。何これ、何屋さん。ワールドオートバイ。何、ワールドオートバイってもしかしてあれじゃないの。わー、すごい。オートバイのサーカス。そうだよ、そんなのがあるんだ。駄菓子屋さん発見。駄菓子屋さん、おいいじゃない、ビスターレビスターレ。我が家の旅はいつも途中にインドネパール料理が入ります。今回も見つけた網走のインドネパール料理、絶対いいはず。チェケラこれね、やばい、絶対美味しいに決まってる、絶対美味しいに決まってる。うちらはいつもインド料理を選ぶ。父ちゃんのやつはね、じゃじゃーん、チキンのやつ。小鳥も美味しそうじゃない、これ。ステーキ、デン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 。三種のカレー、ナム食べ放題。いただきます。美味しかったね、めっちゃ美味しかったよ。インドネパールカリービスターレビスターレ、すごい良かった。母ちゃんナイスだったね。網走に来たからといって、もうなんか海鮮海鮮みたいなのがちょっともう飽きてきたなーって人にはこちらおすすめです。アジアンカフェビスターレビスターレ。カレー抜群に美味しかったよ。イエー。正面は網走駅、あばよ網走。またも洗車します。なぜなら汚い車でドライブするのが大嫌いだからです。いやー、洗車機最高、洗車機最高。峠の湯、峠の湯ビホロ来ました。綺麗なとこですね。いい湯でした、峠の湯。ただいまの時刻22時。今日車中泊する場所はなんと間違えて来てしまいました。道の駅美幌峠無料駐車場って地図で見たから来たら、それは道の駅だった。まあもうしょうがない、来てしまったので。僕たちはロケーションを楽しみに来るので、霧が晴れることを祈ります。今日も長かったよ、ドライブばっかりの一日でした。明日はもうちょっと楽しいことを多めにしないと飽きちゃうね、これね。 OK、 Good night。 Dude, that father is 10 and permed